今日はですね、2人の先生、主に畑中先生の方にはサウジアラビアを中心にお話しいただき、その後鈴木先生にイランを中心にお話しいただき、そして質疑という形を取りたいと思います。畑中先生は国際開発センターの研究顧問をなさっていらっしゃいます。それから鈴木先生はアジア経済研究所で、長くイランの地域研究を専門になさっていらっしゃいます。私は当日本記者クラブの企画員を務めております NHK 解説員の出川でございます。3時までの予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速始めたいと思いますが、まず畑中先生に最近のサウジアラビア情勢、そして今後の予想できる展開についてお話しいただきます。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました畑中でございます。よろしくお願いします。題名は変動するサウジアラビアの政治経済となっていますけれども、内容は2つに分かれておりまして、前半がですね、カショギ記者殺害事件のサウジへの影響、そして後半が同事件を踏まえて中東経済がこれからどうなるか、あるいは国際石油市場がどうなるかというところを見ていきたいと思います。まずカショギ記者事件のサウジへの影響については、内政面、経済面、外交面からそれぞれ見ることにしたいと思います。でまず1ページ目の方になりますけれども、まずサウジアラビアの内政の安定性、これをどう見るかということなんですけれども、私自身の結論を申し上げると、皆さんもそう思われている方が多いんではないかというふうに思いますけれども、今の国王であるサルマンさんの存命中はおそらく絶対王政でもありますので、安定は続くというふうに考えています。しかし、ご逝去をされた後ですね、特にご逝去されてから、次の国王がどうなるかというその期間については、どうなるか今のところまだはっきりしないんではないかなというのが私の考えでございます。おそらくそういう見方は国王ご自身や皇太子もそのような、どちらかというと心配を抱きながら今政務に当たっているんじゃないかと思います。それゆえこれから申し上げるような政策を国王ですとか皇太子が取っているんだろうと思います。まず国王はですね、10月2日にカショギ記者殺害事件が起きたんですけれども、その1週間後ぐらいから、国王ご自身がこの事件を直接、ハンドリングするようになったようでございまして、事件が起きてから18日目の20日の日にですね、皇太子さんをあくまでも守っていくという姿勢を非常に鮮明化しています。で何が起きたかというと、その日にですね、要するに諜報機関の人たちが現場で走りすぎて、不測事態を起きたから殺害事件が起きたからだという立場を貫いて、そうした事件が起きないように諜報機関の在り方をもう一度見直そうという、そういう特別閣僚委員会というのを10月20日の日に作ることを発表しまして、その委員長に皇太子を任命しています。で皆さんのお手元に一枚紙で裏表でインスペクス情報っていうのをお配りしてあるかと思いますけれども、これたまたま昨日ですね、2ヶ月経ってこの特別閣僚委員会が諜報機関にどういうリストラクチャリング、再構築をするかということを発表したということをまとめたものです。後でゆっくりご覧いただければと思いますけれども、表の一面の1、2、3という3つの新しい局ができたということになっております。それから国王は、皇太子を国内で広く後継者として認識してもらうために、1ページの中ほどに書いてございますけれども、11月になりまして、6日からの3日間、それから20日からの3日間、それぞれ国内、地方に出向いております。で、国王が国内に出向いたのは国王2015年の1月に就任しておりますけれども、初めてのことでございます。要は各地方の有力者、特に部族の長ですとか地元の経済界の有力者幹部に、現在のサウジの状況に関する意見を聞くとともに、主眼点は
この一番最後のところに書きましたけれども、要は皇太子、これはあくまでも自分の後任として考えるので、よろしくお願いしますという、まあ、そういうことを、まあ、頼むための国内の、まあ、行幸だったんだろうと思います。それから国王、11月の19日の日にですね、まあ、日本でいうと国会にあたる、あの国国会がないので国王が任命した150人の、まあ、議員の人が、まあ、日本の国会と同じように諸政策を議論していますけれども、そこの開会演説を行いましたけれども、そこの中ではカショギ事件については全く触れていないというのが非常に大きな特徴でありました。それから王家の中の動きとしては、やはり王子の中にはもちろん今の皇太子の在り方を快く思っていない人もいるわけでありますけれども、そういう人たちに対する対策というのを打ち出しております。2ページのところの中ほどの1、2、3とありますけれども、この中で一番大きいのが丸1にあります、ロンドンにいましたアハマドさん、あるいはアフマドさんという元の内務大臣の弟さんの帰国を促したことでございます。でこの方は今サルマン国王82歳ですけれども、サルマンさんも含めて、7人の兄弟がいて、非常に有名なスデイリセブン、スデイリ家から出ている7人の母親を同じくする兄弟ということで、スデイリセブンと言われてましたけれども、その中のお一人で、その中でも非常に人格も優れていて、人望もあって能力もある方なんですね。でこの方が、まあ、兵祖、まあ、サウジにあまりいなくてロンドンにいることが多いんですけれども、まあ、たまたま今年の9月に、皇太子で始められたイエメン内戦なんかを批判して話題になった方です。で、まあ、皇太子のことを批判したので、もしかすると帰国すると自分も捕まるかもしれない、拘束されるかもしれないということで、帰国を拒んでいたんですけれども、国王がどうも自ら、説得をして、戻ってきたということで、このアフマドさんが戻ってきたときには、空港には、ムハンマド皇太子が多分国王のに命じられたと思うんですけど、わざわざお出迎えに行っている、まあ、そういう儀式をしたということで、要はこう、まあ、王家の中の一体化を図るような動きが出ています。あと丸2と丸3のところは、皇太子に対して批判的な王子たちがいましたけれども、まあ、彼らも拘束されていたんですけれども、その2人の有名な人が、釈放されているということでございます。で次のページのところにこのアハマド王子について若干書いてございますけれども、実はこのアハマド王子が、まあ、優れているだけでなくて、まあ、これから仮にサルマン国王が亡くなられたときに非常に大きな役割を果たすことになるんではないかなと思われます動きが実は3年前にありました。3ページの中ほどにありますけれども、2015年の10月ですね、まあ、1月に国王になられたんですけども、その時にどうもサルマン国王のやってる政策があまりこう芳しくないということで、今のサウジ1932年に作った、その時の建国の王の息子さんというのが国王も含めて12人まだ存命でおられました。国王を除くと11人になりますが、その11人の中の8人が国王を、まあ、更迭した方がいいんじゃないか、そういう話し合いをどうもしてた。で、その時に、じゃあ後任誰だという時に、後任に目されていたのが、アハマド皇、この、まあ、王子だということでございますので、まあ、このアハマドさん、今のところは非常に静かにはしているわけですけれども、まあ、これからもし国王が亡くなられた後、どういう動きになるかというところが注目されます。もう一つ、この王子が注目されますのは、実は、サウジでは、国王が亡くなられて後の国王を決めるとき、皇太子を誰にするか決めるときに、34人の王子で構成している中正委員会というのが投票をして決めることになっています。で、今のムハンマド皇太子、去年の6月に皇太子になられた、そのときに34人投票しました。そのうち3人の王子が反対したんですけども、その一人がこのアハマド王子だったんですね。そういうこともありますので、今は国王から要請をされて王家の取りまとめをやっているこのアハマド王子なんですけれども、まあ、今後どういうふうに実際に動いていくことになるかというのは、よく見ておく必要が
あるんではないかなというふうに思います。それからあと国王皇太子、申し上げたように、国内の支持をなんとかつなぎ止めようということで地方に行きましたけれども、同時にこれよくやることで、国王は地方で、地方の経済の振興に資するような経済プロジェクトの開所式みたいなことをやっておりますし、皇太子も皇太子で、ここに中ほどに書いてありますけれども、11月の上旬に同じようなことをやっています。さらに皇太子の場合には、イエメン戦争がかなり批判されているということもあって、イエメンで負傷した傷病者、その方をたちを病院に見舞って、彼らに勲章を授与する、そういうようなこともやっているということで、非常に皇太子が不人気である、そのことをなんとか立て直そうというような動きを一生懸命されているというのが現状ではないかと思います。で、我々外から見ますと、やはり皇太子さんというのは今回のカショギ事件、非常に粗雑な事件というふうに思いますし、そういう人が本当に皇太子でいいんだろうかと、こんな人で大丈夫なのかということで多分思われると思うんですけども、でサウジの国内でそれがどう思われているかということをちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども、ちょっと進みちゃったかな、4ページのところ2つ4と5とありますけれども、実はサウジの国内、今のサウジというのは人口が大体今、2500万人ちょっとぐらいでしょうかね、2800万人ちょっとぐらいでしょうかね、うち800万人ぐらいが外国人ですから、自国人2000万人から2100万人ぐらいだと思いますけれども、その6割強が30歳以下の若い人なんですね。で、この皇太子さんというのは33歳ですから、国民の6割を占める若い人から見ると、同世代の指導者なんで、そういう意味で非常に期待が高い。もう一つは、皇太子さんは経済改革をして雇用を増やすということを約束してくれていますので、そういう面からも非常に皇太子さんに対する期待というのは高いということもあって、我々が外で見て皇太子さんというのはちょっとどうなのかと思うのとは少しニュアンスが違って、意外にサウジの国内では皇太子さんの支持率が高いというのが現状でございます。そういうこともあって、またおそらくサウジの政府のバックからの支持もあるんだろうと思いますけれども、サウジの国内ではアマゾンの不買運動というのが起きています。4ページから5ページにかけてですけれども、これなぜアマゾンかというと、このアマゾンの CEO のジェフ・ベゾスさんという方ですね、この方のワシントンポストのオーナーでもあるんですね。でカショギさんはワシントンポストに寄稿していて、そのワシントンポストはこの事件の後サウド家の批判をかなり大々的に繰り広げているので、サウジの国内ではそのワシントンポストのオーナーであるアマゾン、そのアマゾンの不買運動というのが行われているということで、我々がちょっと受け止めるのとは少し変わっていて、サウジの国内ではその皇太子さんに対する擁護姿勢みたいのが結構あるということをちょっと覚えていただければというふうに思います。ただそうは言いながらも、やはり皇太子自身も国内でもしかすると自分を除去するような動きがあるんじゃないかということは警戒しています。で皆さんご存知のように、11月の30、12月の1日と皇太子はアルゼンチンで開かれた G20 に出ましたよね。でその実は10日ぐらい前から彼は外遊に出ているんですけども、その外遊に備えて5ページにありますように、軍の中の人事異動と、それから軍隊の部隊の移動っていうのをやってます。要は首都のリヤドに自分がいないときにクーデターが起きるかもしれないというので、サウジの東部にある部隊と西部にある部隊を首都リヤドに移していざというときに備えるというようなことをやってますので、皇太子自体も万が一のことがあるかもしれないということは警戒はしているということなんだろうと思います。で全体的に言うと、アメリカ、イギリス、あるいは日本も含めたサウジにいる外交官の方たちに意見を聞くと、少なくとも今は皇太子は皇太子職にとどまるだろうと、で当面はサウド家は皇太子の後ろで皇太子を支える、そういう形で進んでいくんではないかというふうに言っております。ただこれは国王がご存命の間と冒頭で申し上げた通りでございまして、亡くなった後もこれが続くかどうかということは
今一つ不確かということでございます。もう一つ次のお話でございますけれども、内戦面について経済面でございますけれども、皇太子が比較的支持されている、若い人に支持されている理由の背景がやはり経済改革をしている、そしてサウジの経済を大きく変えて雇用を作るからということなんですね。そのバックになっているのが2030年を目標年とするビジョン2030年という大きなビジョンでございます。経済計画でございます。ただこれ先般10月23日から25日、サウジの国内で未来投資イニシアチブというのが開かれて、諸外国の方をたくさん招きましたけれども、まあ、日本も含めて多くの国の企業の幹部の方等はご参加ならなかったということでございます。これご存知の通りでございますけれども、要はやはりそこに参加することによって、その企業自体が消費者からよく見られないんじゃないかとか、あるいは彼ら自体がサウジのリスクをもう一度考え直して、すいません、サウジのビジネスリスクというのがかなりあるという、まあそういうことにやはり考えが至ったからではないかなというふうに言われています。要はこのビジョン2030というのは非常に看板として大きく掲げて、海外の資本技術を導入してサウジ経済を大きく変えようとしているわけですけれども、肝心の海外のビジネスマンがやはり少しサウジに後ろ向きになってますので、ビジョン2030はどう見ても2030より後ろ向きにならざるを得ないということになっているということでございます。で、同時に、まあ、サウジにとって一番の問題はやはり財政がやはり厳しいですから、新しい技術とともにやはり資本も持ってきてもらいたいんですけれども、海外の、まあ、企業家ビジネスマンから見て今一番サウジに持ってきたくないのはお金でございます。実は、7ページの一番下に書いてございますけれども、サウジの証券市場ではこの10月に、海外からの、まあ、資金の、まあ、入りと払いですね、これを合計すると出張になってます。これこの過去3年間で初めてのことでございますので、まあ、これからも多分海外からの資本というのは流入よりも、まあ、流出の方がサウジの場合には大きくなりそうなので、その面からもその、まあ、ビジョン2030というのは後ろ倒しにならざるを得ないんだろうなということが言えるんじゃないかと思います。で、外交面では実は皇太子になられて2つ大きなことをやりました。1つはイエメンでの内戦、もう1つは隣国でありますカタールの封じ込めでございます。で、トランプ政権は、皇太子さんを守るという立場を取る代わりに、外交的に非常に問題のあるこの2つを取りやめるということをどうもサウジに求めているようで、で、前者についてはサウジもどうも納得したようでございまして、ご承知おきのように、先般ですね、ホデイダの停戦というのが実現していて、まあ、すぐに和平が実現するわけではないですが、停戦協議をしながら一つ一つ前に進むということで、イエメンの内政については前に進んでいくんではないかという状況になっています。ただもう一つの、カタールの危機については、すいません、どこだこれは、ここか、9ページのところのカタールの外務大臣が、9ページのこの表の下のところですね、すいません、ありますように丸2のとこですけど、サウジと UAE がこれまでと、まあ、同じような行動を取っているということで、当面その危機の終結は難しいだろうなということを言ってますので、まあ、ここについては、まあ、今しばらく終結はないんだろうというふうに考えておいた方がよろしいんではないかというふうに思います。あと諸外国への影響なんですけども、諸外国でやはりトランプ大統領の姿勢ですね、要は皇太子を頑なに守っている、支持しているのはアメリカのトランプ大統領でございますので、基本的にはこのアメリカの姿勢がどうなるかということが一番ポイントになってくるんではないかと思います。 CIA は今回の事件どう見ても皇太子が背後にいなければ起きなかったというようなことを言っているわけでありますけれども、トランプさん自体は15ページにありますように11月20日の日に声明を出していまして、その中で8番目と9番目のところで、皇太子はこの悲劇的な事件について知っていたかもしれないし知らなかったかもしれないと、で9番のところで
我々はカショギ記者の殺害をめぐる全ての事実を知り得ないかもしれないということで、要はアメリカとしてはここを深く追及するような意図はなくて不問に付すという考えのことを申し述べていますので、おそらくトランプ政権としてはあくまでもその姿勢を貫き通すということになるんじゃないかというふうに思います。ただその一方で皆さんもご存知のように、つい最近ですね、アメリカの上院が22ページになりますけれども、12月の13日の日に2つの決議案を出しました。一つはイエメンの内戦に対するサウジへの支援をやめろということ、からもう一つはカショギの事件ではムハンマド皇太子に責任があるとする決議案を出しました。でこの2つが可決されました。ただこれはまあ上院でございますので、この1月以降下院で審議をされて、仮にそこで可決されたとしても大統領が否決権を持っています。で大統領が否決権をすると上下両院で再、決議をして3分の2を、賛成を得なきゃなりませんので、おそらくそれは基本的に不可能と思いますから、決議案としてこう示せたことは一つの意義があるということだと思いますけれども、これがそのまま通るような形にはならないんだろうなというふうに思います。したがって来年の1月から多分2月ぐらいにかけてアメリカの議会の中でこの皇太子の問題というのが非常に大きく取り扱われることになりますけれども、しかし最終的には徐々にこう下火になっていくんじゃないかなと、国際社会としては皇太子の責任があるんではないかという思いを抱きつつ、実際にはそのままいつの間にかこう誰も騒がないような、そういう状況になっていくんじゃないかなと。ただこれはサルマン皇太子がずっとご存命であるということが前提でございますので、仮にその間に国王がお亡くなりになりますと、王家の中で次の国王を本当に皇太子にするのかどうかということの議論が行われますから、そこがどうなるかということがわからないんではないかとは思います。で次にこうした状況の中で中東の経済とか、国際の石油情勢がどうなるかということなんですけれども、基本的にはやはりサウジ財政状況がどうなっていくかというところが一番のポイントになってくるんじゃないかと思います。で、実はこのカショギ事件が起きる前までは、特に IMF が中心になって、サウジの経済は非常に順調ですよと、いいですよという声が非常に強く叫ばれていました。でサウジの場合一番の問題はやはり財政赤字が非常に大きいんですね。でサウジとしてはこれから国際石油情勢が、供給がやや不足するような形に進むだろうから、油価が上がってそれにつれて石油収入が増えるので徐々に財政の赤字もなくなって2023年には財政が均衡すると、そういう見方をしてます。でIMF もそれを強く推してます。29ページの表の7のところの真ん中あたり、GDP に対する財政収支と見ますと、2016年には 17%、そして2017年には約 9% だったのが、今年は 5% 弱になり、来年は 2% を下回るぐらいまで下がるというのが、実はIMF の見通しでございます。でおそらくサウジアラビアもこの IMF の見方を下敷きにした、財政経済計画を立てていますので、同じような考えに立っています。しかし本当にそうなるかどうかというのは、これから申し上げますけども非常に厳しい状況なんじゃないかと思います。でサウジとしては今後の一番のバックボーンになる石油について、少し現状よりは甘い見方に傾いているのが実態でございます。31ページのところに書いてございますけれども、サウジとしては、実は今年財政が均衡するには83ドルなければいけなかったんですね。で少なくとも、80ドルぐらいにしたいと。でどんなに譲っても70ドルぐらいはキープしたいというのが、サウジアラビアの考えでございます。で、そうでないと、2023年に、財政の赤字から脱却して、財政の均衡を達成するということは、不可能になる。そのように、サウジとしては考えているところでございます。で、
IMF のその考え方にのっとって、サウジ自体が考えている、まあ、経済の案というのが、32ページから33ページにあります。これ32ページにありますのは、このカショギ事件が起きる2日前に、サウジの財務大臣が明らかにした、今後5年間のサウジの経済見通しです。で、そこでも、まあ、これまでの予定通りに、2023年には、財政の収支を均衡させるということを考えています。で、具体的に言うと33ページのところの丸2と丸3のところ見ていただくと分かりますけれども、特に丸3のところですけれども、財政の赤字が2018年の約400億ドルから2019年には340億ドルぐらいになって、そして2023年には全くなくなるんですよと、まあ、そういうような非常に甘い、まあ、見通しをしているところでございます。で、ところが、まあ、カショギ事件が起きて、実は、つい先ほど、2日ほど前ですけれども、サウジは来年度の予算というのを出しました。35ページでございますけれども、この来年度の予算を見ますと、財政収支の赤字は350億ドルぐらいということで、非常に高いままでございますし、このサウジの予算について分析をした隣国のまあアブダビにある銀行のエコノミストがどう言っているかというと、37ページのところの丸3にありますように、来年のサウジの財政赤字の GDP の比率は 7% を超えるだろうと。先ほどの IMF の、 あの見方のところでは 2% 割るという、まあ、そういう見方だったわけですけれども、それが来年は少なくとも 7% を超えるだろうと。それからこの来年のサウジの予算を見ると、原油価格がブレントで70から71ドル。ということは WTI だとだいたい10ドル低いですから、だいたい WTI ベースで60ドルから61ドルぐらいをベースにしているということでございますけれども、まあ、それであれば当然、まあ、財政赤字はしょうがないわけですね。で、もう一つ、注目したいのは丸5のところですけれども、サウジの財政が均衡するためには、今年、2019年には約92ドル、油価がないと、まあ、財政は均衡しないということでございます。で、今年の場合、サウジは思い切って財政支出をして、経済を振興させようということで、かなり高い規模の財政にしておりますので、したがって、それだけ高い原油価格が必要になるということでございます。で、こうして考えますと、おそらく、まあ、2023年にサウジアラビアが、まあ、財政を均衡させようというふうに考えておりますけれども、おそらくそのこと自体は、実現はまず、まあ、100% とは言いませんけれども、99% 難しいというふうに考えていた方がよろしいんではないかなというふうに思います。で、その大きな背景になるのが、やはり今後の国際的な石油情勢がどうなるかということでございますけれども、45ページのところに、12月の7日に OPEC、そしてロシアをはじめとする一部の OPEC の間で話し合って、来年の石油情勢を見て、原油価格をなんとか立て直すためにどうすればいいかということで、OPEC で80万バーレルパーデー、OPEC 以外で40万バーレルパーデー、合計120万バーレルパーデーにするということを決めました。で、基準になっていた時が、生産量、仮に OPEC を取ると OPEC が3300万バーレルぐらいですから、それから80万バーレル引くわけですから、3220万バーレルに落とせば、来年はなんとか原油価格が立て直るんだろうという見通しで、まあ、OPEC は話し合いをしたわけでございます。ただ、そうした話し合いをしておきながら、実は、48ページのところになりますけれども、12月の12日に OPEC が毎月出している石油月報というのがありますけれども、その中で、まあ、どういう見方をしているかというと、丸二のところですけれども、来年の OPEC に対する、石油の原油事情っていうのは、3144にしかならないと。先ほど3300から80引く、とか3220ですから、それでも3144よりは高いことになりますので、当然、この OPEC と非 OPEC で決めた減産では、需給バランス上供給の方が高いわけですから、原油価格がそうそう回復することにならない。
というのを OPEC 自体がまとめた月報の中で認めているところでございます。で、同じように、OPEC とどちらかというと対峙するような見方を出してきている先進国の国際エネルギー機関 IEA、 これはやはり同じ12月翌日の13日に似たような見方を出しているところでございます。で、これを見ても49ページの丸2のところで、来年の OPEC の需要っていうのは3160万バーレルということでございますので、3300から OPEC は80を落とすと、3220にすると、これで来年の石油情勢立ち直るという、そういう見通しで立てたわけですけれども、 OPEC の見方あるいは IEA の見方、どちらから見てもやはり今の減産量では需給バランス上を供給の方が需要を上回った状態が続くということですから、なかなか原油価格が立ち直っていかないということになるんじゃないかと。で、おそらくこういう見方がだんだん広まってきたということで、皆さんも今朝の新聞等でご覧になったと思いますけれども、ニューヨークの WTI の価格が50ドルを下回って47ドル前後ぐらいまで下がってきているというのが現状なんではないかなというふうに思います。で、ということは石油情勢から見て油価はそう上がらないでしょうから、ということはサウジに戻るとサウジの財政の赤字というのが一層厳しくなりますので、財政赤字の再建の年がさらに先になると。ということはサウジの国内的に言えば、赤字を減らすためには歳入を増やすために何か電気料金とかガソリン代金とか収入を増やす手立てを考えるか、あるいは国民のために使ってきた、補助金ですね、これを減らすかしないと財政の赤字の縮小にはなかなか向かいませんので、仮にそれをやれば当然それは不人気政策になりますし、海外からの投資も入ってこないので雇用も増えませんでしょうから、国民全般若い人の今の期待が一気に不満に変わる可能性がありますので、サウジというのは多分今年から2030年にかけて相当やはり厳しい経済の状況が続いて、そういう中で指導層に対する批判の声というのが今よりは高まっていく、そういう流れになっていくんではないかというふうに思っております。非常に話があちこち飛んで分かりにくかったと思いますけれども、結論的に言いますと、今後のサウジはややこの不安定性が高まるというふうに見ておいた方が良いだろうというのが私自身の結論ということでございます。以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。非常に詳細にわたる資料をお作りいただいてますので、ぜひ皆さんこれを後でじっくりお読みになってください。それでは続いて今度は鈴木仁先生に今後のイラン情勢を中心にお話しいただきます。よろしくお願いいたします。アジア経済研究所の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、制裁再開後のイランと米国ということで、時間もありませんので早速中身に入らせていただきますけれども、まずですね、ちょっとタイムスパン長く取りまして、米国イラン関係のその長期的な推移で、どういう経緯で現在に至ったかというのを概観してみたいと思います。イランはですね、モサデク博士の石油国有化運動がですね、アメリカの CIA、それからイギリスの MI6 などの介入による挫折を見ましてですね、これは1953年のことですが、それ以来
復権したパーラビー朝のモハンマド・レザー・シャーの下で、中東における最大の親米国、新イスラエル国になったわけです。とりわけですね、この1953年以降というのはアメリカのイランに対するグリップが非常に強くなった時期だと思います。その後ですね、皆さんご存知のように1979年のイラン革命というのは、こうした第二次大戦後のアメリカの主導による中東秩序に対する、最初の括弧付きですが成功したですね、異議申し立てとなり、以後のですね、アメリカの中東政策はイランを意図的に除外排除したシステムの構築というのを歴代の大統領が最大の眼目としてきたと言えると思います。こうした試みがですね、息子さんの方のジョージ・W・ブッシュ大統領の2003年イラク戦争により破綻するとですね、この破綻というのは実は下線引いてありますのは、その前後のイランを中心にした経緯について最近ですね、英語で恐縮ですけれども参考の一としてですねお配りしてますので、後でですねぜひ目を通していただきたいんですけれども、破綻するとですね、次のオバマ大統領はイランをですね中東の政治秩序に組み込むという方向で、これは史上初めてですね、政策転換を試みた。これが2015年の7月に達成されたイラン核合意のいわば歴史的な意味であったというふうに言えると思います。トランプ大統領のですね、イランに対する現在までの一連の強硬な政策というのは、オバマ時代のですね、この試みを否定して前の時代に戻そうとするものであって、そういう意味ではですね、本質的に何ら新たな発想を組むものではないと言えると思います。さて、2002年以降のですね、イラン核合意離脱までの経緯ということで、見ていきますと、イラン核合意はですね、2002年にイランの核兵器開発の疑惑が、これは MKO によってですけれども最初暴露され、その後アメリカのオバマ政権期の2013年に非核化を意図して経済制裁を強化ということで交渉を開始、厳しい交渉の末にですね、2015年7月にイランと G5+1 の間で合意に至ったというものです。それは核兵器の廃絶という戦後世界の政治的理想への一歩であると同時に、アメリカのですね、対イラン関係を転換するための第一歩として、オバマ大統領にとっての当時最大のですね、外交的成果の一つに数えられました。ところがですね、トランプ大統領は2016年の大統領選出馬の当初からですね、その主要な動機の一つがですね、このイラン核問題をもう一度元に戻すということであった。これに対しですね、例えばトランプ氏の当選直後にですね、アメリカの国家安全保障の専門家76名がですね、核合意の維持を称揚するレポートに署名していますけれども、新大統領はこれをもう意に介さなかったということです。アメリカのですね、イラン核合意離脱表明、その後の展開というのに入っていきたいと思いますが、トランプ政権のですね、発足後1年目は、例のティラソン国務長官がですね、外交の要となり、イランに対する強硬路線というのは、それなりに抑制されていたわけです。しかしトランプ大統領は今年の3月13日にですね、ティラソンさんの解任を発表、その主要な理由の一つとしてですね、イラン核合意に対する意見の齟齬というのを示唆しています。トランプ氏はですね、ティラソン国務長官の後任として、軍出身のマイク・ポンペオ前 CIA 長官を指名します。米上院でのこれの承認は4月26日までかかりましたけれども、この間にですね、もう一人の対イラン強硬派ジョン・ボルトン氏がですね、4月9日に安全保障担当の大統領補佐官に就任。特にこのボルトンさんのですね、人事というのはイラン側にとってもですね、大きな衝撃であったということです。アメリカのですね、
トランプ政権のこの原油輸入停止措置というところに入っていきたいと思いますが、トランプ政権はですね、6月21日以降、日本を含む関係各国に対しですね、イランからの原油輸入を11月4日、ちなみにこの日はですね、1979年にですね、テヘランで例のアメリカ大使館占拠事件が発生した日なんですけれども、この日までに全面停止するよう要請を行ったとみられます。これはそれまでですね、アメリカのイラン核合意離脱のですね、実効性に若干懐疑的だった国際社会の潮目の転換をもたらしたと思います。と言いますのは、これはですね、アメリカとイラン二国間の問題だけではなくて、イランと関係を継続しようとする第三国に対してもアメリカは強い態度で出るということの表明であったわけですね。具体的には4月頃から弱含みだったイラン通貨リアルのですね、暴落がありまして、その後ですね、イランのバザールの抗議デモや一部閉鎖なども報じられました。しかし同時にこのイラン原油禁止措置というのは折からのですね、リビア原油の輸出停滞と相まって急激なですね、原油高をもたらします。トランプ政権としてはですね、サウジアラビアにイランの原油分を補う原油の増産を商用し、さらにオペックに対しても原油価格の維持を求めるに至りました。ここで2012年以降のですね、為替レートの動きを、お写ししましたけれども、実はこのデータですね、私自身がテヘランで両替商で買えた時の記録をずっとたどったものですけれども、そういうものでもですね、簡単に非常に一番最後にテヘランを訪ねましたのは7月ですけれども、急激なですね、これは底が抜けたと表現していいと思いますけれども、推移があったということです。ちなみにですね、現時点でのですね、リアルの為替相場を見るので、一番よく引用されてていいと思いますのは、ボンバスト、BONBAST というサイトでありましてですね、これペルシャ語では行き止まりという意味なんですけれども、それを見ると簡単に現状が分かります。若干今日のやつを確認してみますとですね、若干一時はですね14万ぐらいまで行ってたんですけれども、今日はですね10万ちょっとぐらいのところで推移しているようです。これはですね、その7月24日の両替商がですね、軒を並べるフェルドスイ広場でのスナップショットですけれども、この右のところに立ってますアンちゃんたちはですね、これは立ちんぼの店舗構えていない、いわゆる闇の業者なんですけれども、明らかにこの闇の人たちの数も増えてました。一方、この軒を並べていると申しました両替店ですけれども、半分シャッターを下ろしてましてですね、しかもこのところにいつもだったらですね、購入価格、売り価格が表示されているんですけれども、そこは何の表示もされていないということで、半ば閉店状態になっているということですね。イラン経済制裁の復活強化と現状ということで、その後の動きを述べますけれども、8月6日にはですね、アメリカのトランプ政権は自動車、鉄鋼生産などを対象にイラン経済制裁を発動。11月5日にはですね、オバマ前大統領が2012年、これは目的が非常にはっきりしていたわけですけれども、イランを核交渉に引きずり出すということですけれども、その時に発動したと同じレベルの経済制裁を再開、イランの港湾造船産業との取引、金融決済などを広範に禁止する内容で、トランプ氏自身の表現では、これは史上最強の経済制裁となるということですね。しかし他方でですね、11月4日に予告されていたこのイラン産原油の輸入停止については、インド、日本、韓国を含む主要8カ国地域について180日間の猶予が設けられた。この時点から現在で50日余り経ってますので、あと120、30日ということでしょうか。このような状況になっている。あたかもですね、これに照合するように、この間原油価格の高騰もなく、11月初旬のですね、トランプ政権によるイラン包囲網強化というのは、
かねてからのですね、サウジアラビアにおける、このカシュギ事件をはじめとする不祥事も影響してですね、現時点では先送りないしは不発に終わった感が強いと言えると思います。ここでですね、現在のアメリカのトランプ外交を見ていきたいと思いますけれども、おそらく最高責任者というのはここに挙げてありますトランプ大統領自身、それからポンペオ国務長官、それからボルトン大統領補佐官ということになるんじゃないかと思います。それでですね、それぞれの対イラン政策というのを見ていきたいと思いますけれども、まずはですね、マイク・ポンペオ国務長官、この方はですね、イラン核合意離脱表明から13日後の5月21日ある講演の中でですね、対イラン核交渉再開の条件としてですね、下に書いてあります12項目の要求を発表いたします。これはツイッターかなんかでですね、流されたものがニュースサイトで公開されてますけれども、英語の原文も配布資料の1番でつけてあります。ここではいちいち読み上げることはいたしませんが、これをですね、ざっと見ますと、基本的にこの12項目の要求を全部イランの現体制が飲むということはありえない要求内容になっております。現体制が現体制をやめない限り、この条件を全部飲むということはありえないということですね。10月になってですね、このポンペオ国務長官はですね、フォーリンアフェアーズ誌にコンフロンティングイランという論考を発表をしましてですね、おそらくこれが現在までのところアメリカのトランプ政権の対イラン政策を最もですね、包括的に言葉で説明した文章と考えられます。これも資料としてですね、お配りしてありますけれども、実はこの十数ページにわたる資料、ほぼ各段落にですね、私の自身のコメントをつけてますけれども、大体全部がですね、イランの一応専門家として、批判してある内容です。これが邪魔になるとお感じになられる方は、どうぞ URL とかでですね、原文を検索していただければ、元の資料を当たることができると思いますけれども、いずれにしてもですね、この内容的にはイランを専門とする者からすると突っ込みどころ満載、トランプ政権のですね、対北朝鮮交渉を成功例として引きながら、先のですね、今述べました12項目要求というのを前提にアメリカとの交渉を繰り返し促している点が注目されます。しかし全体のトーンとしてはですね、イランの現体制に対する不信感をあらわにした内容といえ、文章中では明言してはいませんけれども、将来的なですね、体制の転換を期待していることがうかがえると、そういう内容になっております。さらにですね、このジョン・ボルトン大統領補佐官ですけれども、トランプ政権の中でもですね、ある意味最も強硬な反イラン派と目されます。これまでですね、繰り返しイランの体制転換をですね、政権のに加わるまではですね、直近まで標榜してきたという人物です。ボルトン氏に関してですね、イラン側がとりわけ警戒しているのは、この反体制武装組織、国外のですね、唯一の武装組織とされるこのモジャエディネ・ハルク、英語ではですね、MKO ないし MEK と略されますけれども、これとのですね、緊密な関係ということがあります。ここでですね、配布資料の3と4、3の方はですね、フィナンシャルタイムズの記事そのままでありますが、これ、短い記事、割合短い記事ですが、比較的ですね、バランスの取れた
しかも突っ込み、非常にですね、突っ込んだ取材をしている部分もあり、ある意味今のアメリカのこの政権の状況というのを理解するに、まあ必読と言っていいかと思いますので、ぜひですね、これこちらの方目を通していただきたいと思います。からこの4番目の方はですね、もうちょっと長い、これはですね、フォーリンポリシーでの分析ですけれども、まあ、前半はですね、モジャヒディン・ハルコのアメリカでの位置づけ、捉えられ方、現在のですね、を述べてますけれども、後半部分ではですね、この MKO というものがいかに警戒すべき組織であるかということを述べてまして、全体のトーンとしては、この今の3とですね、同じような、主張、何て言いますかね、内容になっていると言えると思います。この MKO についてはですね、現在のイラン国内、では少なくともですね、支持者はほとんどいないと考えるべきだと思います。まあ、半ばカルト化したですね、政治集団、日本で言えば連合赤軍とかですね、オウム真理教とか、そういう類と同じとみなされていると思います。その意味ではですね、たとえアメリカがですね、イランの現体制を徹底的に窮地に追い込むことができたとしてもですね、それに代わる政権の受け皿として MKO が浮上してくる可能性というのは、まあ、ゼロである、常識的にありえないというふうに判断されると思います。まあ、それにもかかわらず、残念ながらこのアメリカの外交政策決定者の一部が MKO に期待をしているということなんですが、まあ、その理由はですね、やはり革命後、とりわけアメリカ大使館占拠事件の発生から40年近くこの外交関係を断ってきた、まあ、そのことによるイラン関係の情報の決定的な不足とアンバランス、歪みによるものだと考える以外はないだろうということですね。まず昨年ちょうど12月、もう年の瀬も迫った頃の報道でしたけれども、イラン国内でもですね、各地で騒動事件がありました。まあ、これについてですけれども、昨年末からのですね、イラン国内のデモ騒動は、これ程度がどのくらいっていうところまでは、まあ正直言ってはっきり分かりませんけれども、ある程度の部分、感触としてですね、MKO 組織のトランプ政権に対する最初のデモンストレーションというものを含んでいた可能性が高いと思われます。その後もですね、MKO のイラン国内での一定の影響力を認めたトランプ政権側はですね、同組織に対して資金提供を含む具体的なサポートを行っており、最近頻発しているイラン国内の騒動事件の一部に MKO が一定の関与を続けている可能性はあると思われます。他方ですね、イランでは今年、夏以降ですね、これも多々報道されてますけれども、深刻な干ばつ、まあ、イラン、のみではないですけれども、この地域全体、厳しい干ばつが発生しておりまして、3月頃からですね、水に関わる騒動事件も起きてますけれども、そういうところにですね、この MKO は対応はできていない模様であるということです。しかし、まあ、カーゼルーンなどのその当時のですね、訴状では MKO の介入というのがイラン側のメディアで報じられました。しかし、まあ、11月のですね、制裁再開時に国内での訴状は報告されておらず、まあ、現状でですね、アメリカ側が期待するような体制転換につながる動きというのは生じていないというふうに考えられます。まあ、これ私が夏にですね、若干でも干ばつ被害の状況を、まあ、見るためにですね、最近通っておりますエスファハン近郊のバルザネを訪ねた時の、まあ、スナップショットですけれども、まあ、ここでハウス栽培のようなものを試みていたんだけれども、水の不足によってですね、放棄せざるを得なくなったという説明を受けました。まあ、実際ですね、バルザネでは、おそらく私が、まあ、この
そうですね、かれこれ20年近くになりますけれども、初めてですね、コミュニティ自体が危機にあるというふうな声もお耳にしました。さて、まあ、トランプ政権のですね、対、イラン政策によるこのイランのですね、体制転換の可能性というのは実際あるんだろうかということですね。お配りした中で A3 のですね、この資料をございます。これ広げますとですね、79年のホメイニ氏が、まあ、構想したですね、バラヤテファギー体制というのが現在こういう形で、実現しているんだということがお分かりになると思いますけれども、まあ、このですね、統治機構というのは非常に強力なですね、まあ、官僚機構を含んでおりまして、官僚機構軍隊、含んでおりまして、まあ、経済制裁によってですね、これが崩壊に向かうという兆候は、まあ、ないと言い切れると思います。もちろんこの体制の中核を握っているのは国民の選挙によって選ばれた左側のロウハニ大統領、それから、まあ、革命体制の、まあ、なんて言いますかね、最高指導者の位置にあるホメイニの批発を継いだハーメネイ氏が右側ということになるわけですけれども、たとえですね、ハメネイ氏にもし、何らかの事態があったとしてもですね、それに、代替するような人物というのはいるし、また組織のシステムからしてもですね、この体制自体が揺らぐということには直接つながらないということだと思われます。さて、まあ、そのトランプさんのですね、対イラン政策とイランの国内政治というのを見ますと、トランプ政権はですね、この経済制裁の強化とサウジ、イスラエルとのイラン包囲網によってですね、イランの体制に圧力をかけようとしています。しかし経済制裁により最大の影響を受けるのは現地通貨リアルのほかにですね、収入のない一般庶民の生活であってですね、これがもちろん体制の転換に結びつくものでもないというのが現実です。イランで現実にですね、政治的なダメージを受けているのは本来トランプ政権がプッシュすべき改革派の方である。もう立ち直れないほどの影響を現状で受けていると思います。他方トランプ政権が標的にすべき保守強硬派の人たちは半ばこの戦時経済下にあるイラン社会の中でですね、むしろ国民一般の支持を拡大する傾向にあるということもできると思います。ここでですね、ちょっとカラー印刷にしていただきましたので、別刷りになってますが、この配布資料の5を見ていただきたいんですね。まあ、この11月5日にですね、制裁解除が行われるというので、トランプさんのこの迫力のあるですね、お腹でですね、サンクションカミングというのをですね、ツイッターで画像で流しましたけれども、これに対してですね、早速イラン側も I will stand against you ということで、ツイッターで流しております。最初にですね、この3枚目を見ていただきたいんですけれども、実はこれ、ゲームなんですね。私この辺、明るくないんですけれども、ゲームオブスローンズというのがありまして、このウィンターイズカミングというのに実はこのトランプさんのですね、ツイッター画像はですね、引っ掛けてあるわけなんですね。ところがところが、この I will stand against you、見ていただくとですね、これ本当はパソコンの電子画像で見ていただいた方がはっきりするんですけれども、この立っている彼の右側にですね、雪がちらついてるんですね。つまりウィンター冬だというのは、イラン側もですね、メッセージをしっかり受け取ってるってことなんですね。まあ、そういうことで、今アメリカとですね、イランとの間では全く外交交渉ありませんけれども、あるレベルではですね、そういうことで非常に連絡しっかりしているという部分もあるんだというのが現実です。ちなみにこの、I will stand against you で立っている彼はですね、この人物なんですね、ガーセム・スレイマーニ
イランのですね、革命防衛隊の、コドゥス精鋭部隊の司令官なんですね。で彼はですね、まあ、シリア方面で、顕著のですね、戦果を上げたということもあって、一部国民の間では国民的ヒーローになっている人物ですということですね。さて、まあ、穏健なですね、だんだん時間なくなってまいりましたが急ぎます、中道路線のですね、ロウハニ大統領に対する国内の批判というのは確かに強いです。今後2年間も政権を維持できるかは予断を許さない。また最高指導者ハーメネイ氏のですね、健康状態というのも、まあ、イランにとって最大のリスク要因の一つと言えると思います。結論ですけれども、まあ、トランプ政権のですね、外交政策というのはあくまでもですね、アメリカ第一を前面に出したものであり、11月の中間選挙を経て今後は2年後のですね、大統領選挙というものを視野に入れて組み立てられていくであろうと。その意味ではですね、トランプ政権の対イラン政策というのは対北朝鮮と同様、既存のですね、システムの変更という派手な印象とは裏腹に、具体的なですね、戦略については定まっていない。また将来的な着地点も不明であると考えざるを得ないということですね。イランとしては従ってトランプ政権の必ず続く2年間は当面アメリカとの交渉は考えず、2年後のトランプ大統領の願わくばですけれども退場後の米国側の政策転換に期待するというのが最善と判断している可能性が高いということで、まあ、それをいわばですね、はっきりと明言しているのが配布資料6のザレイフ外相のインタビューということになります。補足ですけれども、このアメリカのですね、経済制裁、まあ、早速ほころびといいますかですね、国際的にさまざまなところで限界を見せている。インドについてはですね、このイラン南東部のチャーバハル港の開発というのをさまざまな要因があるわけですけれども、例外的に認めて制裁対象から外す決定をしております。それからイラク方面でもですね、サレフ大統領が11月中旬にテヘランを訪問して、イランとの国境地域にフリーゾーンの開設と、まあ、具体的なことは報道に載ってませんけれども、その合意が伝えられております。それからマリキ首相にしても、イランの影響下にあるシーア派武装組織のピープルズムーブメントユニット軍のですね、に対する給与をの支払いを明言することでですね、関係維持というのを表明しております。関係維持といいますか、そのイラク体制の中での位置づけを、まあ、保障したということですね。まあ、イランはですね、他方、まあ、これもある意味面白い情報なんですけれども、まあ、イラン、アフガニスタン、パキスタンなどこの域内周辺国との間でですね、この将来的に特に電力のですね、供給のハブとなるという構想を持っておりまして、まあ、これについてはこのレポートを見る限りですね、実現の可能性も高く、ある意味よく考えられた構想であるなという印象を持ちます。こうした中でですね、アメリカの制裁によって最大の経済的利益を得るのは中国ということになりますね。実際に中国企業のイラン市場への期待も大きいものがある。まあ、配布資料10でその短い記事ですが言及してますが、これぜひですね、この10だけはネット上でですね、オリジナルにあたって動画も見ていただきたいんですね。そうすると、まあ、中国のですね、企業の人がですね、持っている実際のですね、このイランに対する期待、それから、まあ、アメリカに対してはトランプ大統領なんてもう2年で辞めちゃうんでしょうみたいな、そういう感覚、全然なんて言いますか、日本の企業とはですね、好対照な、ある意味楽観的な見方を持っているというのが非常に印象的です。まあ、これ2月にチャーバハル港行った時の、まあ、これは一応象徴として見ていただきたいんですけれども、まあ、イラン周辺でですね、戦争の可能性がある、まあ、これについてはですね、そうですね、まあ、
簡単に申しますと、直近まではほぼないだろうというふうに考えていたんですけれども、この一両日、トランプ氏がですね、シリア方面からの米軍の撤退を表明したということで、私自身の印象としては若干これでまた分からなくなってきているなという、マチスさんの解任、ということも含めて、印象を持ち始めているということだけ申しておきます。これはイランで、どこでもどの、あの地図帳などでですね、簡単に手に入るものですけれども、湾岸の地図ですね。ということで、ご清聴ありがとうございました。あとは、質疑応答で、補いたいと思います。誠にありがとうございました。どうも、お二人の先生方から非常に詳細な、報告とそれから資料の提示がありました。ここから質疑に入りますけれども、最初の一問、私からさせてください。先生方に一つずつ質問いたします。まず畑中先生に対してはですね、ムハマド・ビン・サルマン皇太子なんですけれども、サルマン国王存命中は、政権基盤は大丈夫だろうということですが、今後その国王が亡くなられた後ですけれども、この宮廷クーデターのようなことが起きる可能性というのがあるのかないのかという点が一つ、それから、ついでに聞きますとですね、この非常にこの不安定性を増すサウジアラビアに対し、日本の政府あるいは日本の企業はどういうふうに向かい合ったらいいのだろうかという質問です。からもう一つ、鈴木先生の方はですね、トランプ政権が続く2年間は当面そのイランとしては交渉を考えていないということですけれども、仮にその2020年の大統領選挙でトランプが再選された場合ですね、でしかもそのイランの最高指導者がハメネイ師であり続けた場合、その究極の選択としてトランプ政権2期目とその直接交渉をするという可能性が、あり得るのか、それともそれは非常に考えにくいのか、合わせてそのイランは原油の輸出が、できなくなってきているわけですけれども、そのイラン核合意にとどまるための経済的な利益が十分に得られないというのが国内的なコンセンサスになった場合、イラン核合意からイランも離脱をするという選択肢があり得るのかと、この点について、お答えいただければと思います。じゃあまず畑中先生の方から、はい、どうもありがとうございます。サルマン国王が亡くなられた後に、クーデターの可能性があるかどうかということと、日本企業の対サウジどういう姿勢がいいかということだと思いますけれども、まず国王が亡くなられると必ず開かれるのが、中正委員会という国王を選出するための委員会です。で基本的には、皇太子が国王に昇格をすることになるというふうに考えていますので、皆さん、その今のムハンマド皇太子が、国王に昇格することでいいのかどうかという、ことを中正委員会で協議することになります。で中正委員会の王子の委員というのは34人いますので、基本的にはその34人の評決がどうなるかで決まると思います。で宮廷内クーデターという場合、まず手続きが決まっていますから、仮に皇太子が自分がなりたいと思っていたとしても、この中正委員会を開かずに勝手にそのクーデターを起こして、もし王国王になるとすれば、それは手続きを無視したことになりますので、もちろん国内的に認められないということになりますから、多分そういうそこまでの暴挙を取ることはないだろうと思います。問題は中正委員会を開いて34人の王子が、皇太子の国王への昇格を否決した場合ですね、その場合、他の人が多分どなたか推薦されて国王になると思うんですけれども、その後で一応彼は国防大臣も兼務していますので、軍を動かしてクーデターを引き起こすような可能性というのは考えられないではないんではないかというふうには思います。ただ実際問題としては、その時点で軍がある程度信任を失っている
その皇太子の言うことを聞いて動くかどうかというところは別問題になりますので、私自身は、今のムハンマド皇太子が仮にご皇位になれないと判断決まった時点でクーデターを起こそうとしても実際には起こせないんじゃないかというふうに個人的には考えています。それから日本企業のサウジアラビアに対する姿勢ですけれども、まあ、サウジ先ほど申し上げたようにこれから多分経済的には相当厳しいですから、これまで日本を含めた各国企業が考えていたようなサウジでの事業機会というのは少なくなると思います。さりとて、まあ、ここ数年に限ってまだまだ日本企業から見れば獲得したいような仕事もたくさんあるでしょうから、基本的には前向きな姿勢は維持をしつつ、まあ、それぞれの、まあ、案件の内容をよく見極めて、あまり前にこう歩を進めないというか、姿勢は前向きだけれども実際の動きは案件ごとに慎重に行うという、そういう姿勢が必要なんではないかというふうに思います。ありがとうございます。はい、私の方ですけれども、まあ、トランプさんが再選した場合、はい、このイランが、まあ、トランプ政権と交渉する可能性があるかということですけれども、まあ、現在のイランというのはおそらく、このトランプさんが再選しないだろう、しないでほしいという、まあ、期待のもとに、戦略を立てていると思うんですね。で、それがもし仮に再選してしまった場合、しかしそれでもやはり、まあ、トランプ大統領自身のキャラクターもありますし、外交的な手法の問題もありますし、おそらく交渉することによって得るものは少ないという判断が続くだろうと思いますけれども、しかし、さらに4年間同じように現在のですね、半ば戦争、経済戦争のような状態を続けるというのは非常に苦しいという意味では、何らかの形での打開策をといいますか、戦略の練り直しというのを深刻に、ある程度深刻に迫られてくるということもあるだろうというふうに思います。それから、このイランの核合意を、まあ、そういう展開になった場合に、このイランは維持するのかどうかということですけれども、これはおそらくそのトランプさんと対抗してある程度ですけれども、その国際社会の意義ようにサポートというのを得続けていくためにも、実際にはですね、この合意を維持するというのは、まあ、イランにとっての何て言いますかね、ある意味の命綱というところもあると思いますので、イラン側から撤退するという基本であることは非常に考えにくいというふうに思います。はい、ありがとうございました。それではここから会場の皆様から質問を受けます。指名をいたしますので、マイクのところで、まずお名前と所属をおっしゃっていただいた上で、まあ、原則的に1問ずつお願いいたします。2回目に当てるということもありますのでよろしくお願いいたします。それではどうぞ。個人会の川北です。まず畑中さんにですね、お聞きしたいんですけど、まあ、サウジの財政に関連して、アラムコの上場がですね、中止するとかしないとかって言って結局予定通りやるということを言ってるようですが、これのまず見通しについてお聞きしたいんです。で、あと今度鈴木さんにはですね、要するにイランの核合意について実効性に疑問を持たれているというようなことをおっしゃったと思うんですが、鈴木さんご自身はどう思ってらっしゃるんでしょうか。実は私も実効性には疑問を持ってます。というのは、15年間だか河野祝蘭は生産しないということかもしれませんが、逆に言うと16年目以降はできるということだし、その15年間もですね、河野祝じゃなくてもとなく濃縮は続けるわけですから、その技術を蓄積していって、その兵器級ないしは爆弾級の濃縮ランを製造をする技術は持ち続けるということですから、その辺についてのご意見をお聞きしたいと。それではまずアラムコの IPO の見通しですけれども、
私はできないというふうに思います。で、基本的にアラムコの IPO を行わないと決めたのは、今のサルマン国王でございます。で、決めたのは6月の、ラマダンの時に、この件どうなっているのかということを、専門家の人を呼んで説明を受けて、やはりニューヨークとかロンドンの株式市場に、アラムコの経営内容を含む詳細をかなり明らかにしなければいけないというご説明を受けて、その時にご専門家の方から、サウジの場合にはアラムコからの資金が海外の援助等に回っている部分もありますけれども、そういうものについてもやはりつまびらかにしなければいけないというご説明を受けて、それでは無理であろうというご判断を国王がされて、で、明らかにされたのが8月でございますので、まあ、これは国王のご決定ですので、まず無理だろうと。ただ皇太子は未だにやりたいと思っていることは事実でございます。ただこれ国王が お決めになったことですから、まあ、皇太子が国王に仮になればですね、まあ、新しい国王としてやるということをお決めになることはできるんだろうと思いますけれども、まあ、多分その可能性はすごく低いんだろうというふうに私自身は見ております。私の方へのご質問ですけれども、まあ、正直核の開発ということについて、まあ、専門でもありませんし、20年後30年後どうなるかということについて確たる、意見を持っているわけではありませんけれども、基本的な問題としてですね、そのイランが核を含む科学的な技術ないし知識についてですね、正当な独立国とである限りですね、正当な権利を持つというのは、これ、否定しがたい事実でありまして、数年間にわたる長い交渉の末に、世界のですね、主要国との間で、合意を得たということの重さというのは、それなりにあるんだろうというふうに思っております。それに対して、トランプさん側のですね、否定する論理というのは、これは、なんて言いますかね、請求に過ぎるという面も含めてですね、やはりイラン側が承諾できるものでもないという意味では、私自身もそういう意味ではそれが国際的に支持を受けるものとは考えておりません。それではご質問どうぞ。どうぞ。すいません、朝日新聞の平田といいます。今日は詳細のご報告ありがとうございました。鈴木さんにお伺いしたいんですが、最後のところで、イラン周辺での戦争が起こる可能性について、トランプ政権がシリアから米軍撤退を決めたことで、その可能性が高まったというふうにおっしゃってましたけれども、その、まあ、理屈というかですね、根拠、それはどういうことなのかということで、関連してなんですけど、畑中さんにお伺いしたいんですけれども、このシリアからの米軍撤退はサウジにとってはどういう意味を持つんでしょうか。アメリカとサウジ、今蜜月関係にあると思うんですけれども、撤退すればイランの影響力がシリアに残るということになってしまうと思うんですが、その辺、についてお願いします。はい。できるだけ簡単にご説明しますけれども、まあ、報道上などでもですね、今回のトランプ大統領による、まあ、シリアからの撤退表明というのは、イラン、ロシア側に利するというのは、これ、日本のみならず、国際報道でも広く言われています。それは承知している上でなんですけれども、一つはですね、それとほぼ同時に、まあ、今日になってですけれども、このマティス国防長官の2月の解任というのが、まあ、表明されているということで、マティスさんというのはおそらくトランプ政権がですね、仮にイランとの何らかの軍事的な衝突に突き進もうとした場合に、おそらくそのまあ軍関係者としての立場から明確にストップをかけられる立場にいたと思います。まあ、その彼が解任されたということは、まあ、分かりませんけれども、おそらく、まあ、トランプさんに対する多かれ少なかれ、なんて言いますかね、イエスマン的な人物が国防長官の座に就くとすればですね、そういうブレーキが一つ消えたということを示しているかもしれない。それからもう一つはですね、
このシリア方面からアメリカが軍を引いたということは、もし仮にアメリカがイランでの軍事的なオペレーションというのを想定している可能性がある場合に、アメリカがシリアに軍を置いているということは、シリア方面でもイランの軍関係と対峙し続けるということになるわけですね。ということは、イランに対する第一撃を加えたときに、イラン側がシリア方面で、報復を攻撃をする可能性がある。その可能性は今回の撤兵でなくなったというふうにも考えられるということですね。はい、そのぐらいです。はい、サウジの受け止め方がどうかというご質問かと思いますけれども、要は、シリアが撤退、シリアからアメリカが撤退したということは、多分サウジから見るとイランの影響力が拡大するということと、まだその IS が完全に消えたわけではなくて残っていますので、その影響力がまた波及してくるということもありえますので、その2つの意味において非常に困ったマイナスのことだというふうに受け止めていると思います。でどうしようかということで、おそらくイランについてはとりあえずシリアの中におけるイランの存在というのをサウジはかなり気にしていましたので、この面ではこれまで以上にイスラエルによるシリア国内にあるイランの諸施設への攻撃というのを間接的に支援するような動きにつくと思いますし、 IS についてはむしろそのロシアに接近することによってシリアの管理というのをしっかりしてもらうような政策を取っていくということになると思います。だから総じて言えば、トランプさん全く知らせていなかったとは思いませんけれども、こうした動きが今ここで取られるということはサウジとしては非常に予想していなかったことなんではないかというふうに思います。ありがとうございます。それでは次のご質問どうぞ。ゲルツジと申します。まず先に鈴木先生にお尋ねしたいんですけれども、イランのですね、置かれた状況は、制裁もそうですし、レアラもそうですけれども非常に厳しいと思われるんですけれども、一方で、中東におけるイランのプレゼンスですね、シリア内戦でも非常に大きな役割を果たし、レバノンのヒズボラへの支援も続け、かつイエメンのフロントも開いているという非常に影響力を増しているような、なんていうか片方では非常に追い詰められているような印象がある一方で、戦線を見ると非常に影響力が拡大しているというこうなんかアンビバレントな印象があるんですけれども、そのこう相矛盾するのをどういうふうに受け止めたらいいのかというと、畑中先生には関連する質問でですね、サウジアラビアはイランのこの台頭というのを非常に深刻に受け止めていると思われますけれども、別の角度から見ればイランは非常に追い詰められているとも言えると思うんですけども、その辺サウジアラビアのイランに対するアセスメントというのは どういうふうになっていると思われるかという、この2点をお尋ねできればと思います。最初に私の方からお答えしたいと思いますが、これはなかなかお答えするのは難しいかもしれないですね。一方で追い詰められているけれども、他方で実際にはですね、シリア、レバノン、イラクもそうだと思いますけれども、これ軍事的にだけとは限りませんけれども非常に存在感を増しているように見えるということなんですけれども、実際このイラン、でですね、この現時点でそんなにですね国民一般含めて追い詰められている感じを持っているかというとそんなことないと思うんですね。おそらく一番タイトだったのが今年の5月6月から夏にかけて、特に夏場はですね干ばつの影響もありました。非常にデスパレットになってた可能性もある。しかもそれは経済制裁という手法が必然的に伴うものですけれども、
普通の一般民衆、ごく普通の庶民ほどそういうものを強く感じるということはあったと思うんですね。そういう意味では、まあ、社会不安も一面で広がったということがあるだろうと思うんですけれども、現時点でどうかというと、そんな追い詰められてない、なんだこんなもんかと。つまり別の面で言いますとですね、トランプ政権が今の時点で戦争、武力行使以外の手段でイランに対してより強いカードを切れるか、一番強いカード切っちゃってるんですよね。で、実はトランプ側としては何もない、実は今後軍事的なオペレーションそういうものでない限り取れないだろうと思います、いうのが一つ。それから、まあ、もう一つ言えばですね、やはりオバマさんの時代と大きく違うのは、そのオバマさんの時代も同じように、強い経済制裁やったわけですけれども、それはですね、国際社会が強調したんですね。今回国際社会強調してますかね、してないですよね。それがものすごく大きいと思います。それから影響力ということで拡大しているということで言いますと、まあ、これはまさに私自身のこの参考資料1でお配りしたのの基本的なモチーフでもあるんですけれども、イランがですね、現在のこの中東、とりわけ湾岸地域で影響力を増しているのは、イラン自身がですね、望んでバリバリゴリゴリとですね、拡張主義でやった結果ではないんですね。最大の要因はアメリカの失政です。これはっきり申し上げておきます。アメリカがサダム・フセインを物理的にも潰したとき、イランでラフサンジャニーが何て言ったか、ありがとうアメリカ言ったわけですよ。すべてはそこに走っている。もう一つ言うと、実はイランとアメリカっていうのは利害関係が非常に共通しているところが大きいんですよね。今回のトランプさんによるシリア撤兵の主な理由の一つは IS を潰したってことですよね。イランがいかに IS を潰すのに軍事的に貢献したか、これは否定しようのないことですよね。そういう要因があるということです。はい、サウジ側がそのイランの台頭を申告しているかどうかということだと思うんですけれども、実は今のイランを、脅威というふうに喧伝をして敵視しているのは、サウジアラビア そのムハンマド皇太子なんですね。スパンを少し長く見て、1980年代の前半ぐらいから振り返ってみると、今のサルマン国王、その前のアブドゥラ国王、その前のファハド国王、この30数年間、見てみますと、80年代はやはりイラン革命があって、イラン・イラク戦争がありましたので、サウジはイランを危険視し敵視していました。しかし、イラン・イラク戦争が終わった80年代の後半から、今のサルマン国王が生まれる2014年までの約25年間というのは、実はファハド国王もアブドラ国王もサウジに、イランに対しては是々非々の対応で、まあ、共存をするというような対応できました。で、今のサルマン体制になって、特にムハンマド皇太子が台頭するようになってから、強くイラン敵視論というのが出てきているということでありますから、逆に言えばムハンマド皇太子の権力が衰えたり、皇太子ご自身がいなくなるというようなことになれば、サウジ側のイランに対する姿勢が変わると、そういうことはあり得るのではないかなというふうに思います。それからサウジが今イランは追い詰められていると思うかと見ているかどうかということですけれども、これはムハンマド皇太子はトランプ政権と軌を一にした対イラン政策を展開しておりますので、トランプ政権が
追い詰められてるんだと、追い詰めているんだというふうに言っておりますので、今のサウジはそれと同じ見方で追い詰められているんだという見方をしていると思います、はい、ありがとうございます。もう一問いかがでしょうか。それでは、二方から手が上がってますので、それぞれ続けて質問していただけますでしょうか。ではまずこちらから。すみません、ありがとうございます。産経新聞の大内と申します。鈴木先生に、はい、時間もないので手短いです。昨年のイランの訴状に関して、うん、MKO のトランプ政権に対するデモンストレーションであったという、うん、その意味はどういうことなのかというのをちょっと詳細に教えていただきたいということと、うんうん、はい、まあ、それに関連して、MKO がその一定の影響力関与を示したというその根拠はどこにあるのかというのを教えていただきたいと思います、うんうん、はい。そうですね、これはなかなかまあ、なんていうか印象論以上のところの明確な証拠を挙げるのはこれ難しい、もともと難しいところはあるわけですけれども、この、少なくともですね、昨年の年末から今年年初にかけての騒動に関してはですね、実はある、強烈な印象がありまして、それはフォーブスという雑誌なんですけれども、そこにですね、まあ、ちょっと名前はまあ、なんとかアラビーさんという人でしたけれども、実は、割合ですね、このイランの放棄を支持するというような記事 を出してましてですね、でそれを読んで、はあ、こういう見方もあるのかと思ったんですけれども、その数日後に出た記事でですね、明確に彼は MKO の支持者であるということを自ら名乗ったんですね。でそれがかなり強烈な印象であったということが一つですね。それから実は2月にですね、チャバハールに行きましたときに、チャバハールも訴状が起きた一つの地点なんですけれども、そこでですね、まあ、地元で世話になった車の運転手の人に、まあ、普通の市民の人にこういうのは聞けないですからね、その時の訴状の様子を聞きましたらですね、確かにね、なんかバザールのところによそから人が来てね、騒いで捕まってった人がいるんだよという証言があったんですね。決してそこの住民が騒いだとかいうことじゃなかったんですね、彼の証言の中でですね。いうじゃあ一体その外から来たやつってね、って飛行機代誰が出したのとかですねいろいろ考えると怪しいなということですね。で訴状自体がですね、いくつか不審な点があるわけですよね。その、まあ、シュプレヒコールの内容であるとかですね、その一般の人への広まり方、まあ、それも SNS なんかを非常に、多用しているわけですね。でそういうのっていうのはまさに、この MKO なんかを得意とする手法であるわけですよね、いうことで当然ながらイラン側もそういうことに対しては警戒しましたし、まあ、その何て言いますかね、この説明の中でも書きましたけれども、いくつかの訴状、その後の訴状事件についても、まあ、イラン当局側ですね、 MKO に対してかなり敏感になっているということを伺わせるような記事も出ているということですね。ですからこれはどの程度というのを測るのは、測る手段もありませんし難しいですけれども、そういう証拠がなかったかといえばあったということだと思います。ありがとうございます。どうぞ。個人会員の花井です。今のですね、ムジャヒディン・ハルクに関係してですね、まあ、久しぶりに聞きましたんで、大変懐かしいような感じもするんですが、ちょっと、昔の、記憶しかないので、改めてお伺いしたいんですが、このムジャヒディン・ハルクのですね、思想といいますか、性格はどんなもので、なんでしょうか、それから、パリに亡命したですが、亡命したバニサドル大統領なんかもまだ背後にいると考えられますか。それと、まあ、この今のハメネイ最高指導者がですね、いる限りは、イランはなかなか変わらないと思うんですが、このハメネイさんのですね、
先ほどの資料で79歳とありましたが、うん、あの健康状態はですね、はい、問題はないんでしょうか。以上。はい、はい、花井さんお久しぶりでございますご質問ありがとうございます。まずそもそも論ということになると思いますが、 MKO 一体どういう組織なんだと。これそもそもはですね、1960年代ですよね、まあ、革命のはるか前、その当時はこのシャーに対する反体制組織として生まれたわけですね。で、若い人たちがもちろん中心であって、その当時のレッテル貼りでは、マルクス主義的イスラム主義という規定ですね、まあ、それはある程度当たっているところがあると思うんですけれども、まあ、プラス、なんて言いますかね、民族主義的要素も入っているかもしれません、まあ、それはともかくとしてですね。で、ムジャヒディン・ハルク、革命79年の革命にもですね、実際には大きく貢献したわけですね。しかし、その後ホメイニ派によって、パージされ排除されるという運命をたどって、イラン・イラク戦争中にまずはイラク側に逃れるんですね。これが運命の分かれ目だったわけですね。で、イラン・イラク戦争の最末期、1988年7月ですけれども、ムジャヒディン・ハルクはですね、サッダム・ホセイン体制によって、武器を与えられ、戦車を与えられ、武装訓練をされて、イラン側に、自分の国ですけど、イラン側に侵攻するんですね。当然、イラン側は猛反撃をします。その時は捕虜は取るなと、全員殺せと、いうことで、その後も、90年代まで少なくとも、イラク側に、まあ、囲われるといいますか、あったわけですけれども、ある時期から主要な拠点をパリにも移します。現在でも、まあ、もともとの指導者の元奥さんなんですけれども、マリアム・ラジャビーという人はパリに居住しているというふうに聞いています。しかしこれ、資金力があるんですね。なので、この記事、お読みになると分かると思いますが、ボルトンなんていう人も、かなりの大金をもらってですね、ムジャヒディンの集会に出て、講演をしたりしている。だからある意味、まあ、歴史のエアポケットに入った。そういう意味ではもうイランでの存在根拠はなくなってしまったにもかかわらず、アメリカとの腐れ縁はある。これはアメリカ側の責任でもあるんですね、はっきり言うということだと思います。で、続けてハメネイ氏の健康状態、これはおそらくトップシークレットじゃないでしょうかね、まあ、そういう情報は結構高く売れるんじゃないかと思いますけれども、そうですね、まあ、現在でも、もちろんいろんなところで発言はしてますので、とりあえず健康状態に、まあ、当面不安はないだろうと思いますけれども、まあ、そのことも含めて今後6年間仮にトランプさんが再選した場合にですね、今の体制が持つのかどうかというのは、これは一つの大きな問題だろうなというふうには誰しもが思っていると思いますね。バニー・サードルはどうなっちゃったんですか。バニー・サードルさん、確かにMKO との関係というのも取り出されて、彼自身ももともと大統領だったのがパリに出ましたけれども、現在その、非常に強い関係があるというふうには認識してはいません。どうもありがとうございました。まだご質問あるかもしれませんけれども、時間が来たのでここまでとさせていただきたいと思います。今日はお二人の先生にここに来られる前にですね、記帳していただいてるんですけれども、鈴木先生は一文字でですね、和、これ平和の和であるし調和の和であるというご説明でした。それから畑中先生の方はこういうふうにお書きになられています。中東ではいつどこで何が起きてもおかしくない。これはまさに我々中東を見ている者にとっては
肝に銘じている言葉です。今日はお二人の先生方どうも本当にありがとうございました。どうも。記念品として田中先生こちらのネクタイ、はい、鈴木先生にはこちらです。ありがとうございます。以上とさせていただきます。ありがとうございました。